皆さんこんにちは、瀬戸せいらです。今日はなんとドスッピンメガネで登場しましたが、これからシミ取りに挑戦したいと思います。シミ取りって結構気になってる女性多いんじゃないですか。私ね、旅行が趣味で、しかも島とか海とか日差しがガンガンに照るようなところ、日本の離島が好きなんですけど、っていう旅行が趣味で、その際にすごく横着して日焼け止めを塗らないとか、お肌のケアを怠っているとかいう若い頃があったので、20代後半になって如実にお肌にそれが出るようになってしまって、お肌汚くて、もう本当にこれもう皆さん気になってる方のためにもう全部公開でいこうと思うんですけれども、すごく近寄ると分かると思うんですけど、結構私シミがすごく全体的に細かいシミが多いんですよね。今29なんですけど、かなり顔全体に出てきてしまって、もうね、ファンデーションじゃ隠しきれなくなってきたんですよね。で、最近ではそれがもうコンプレックスで、人に会うのもすごく嫌になってしまったりとか、自分自身にだんだん自信が持てなくなってしまったんですよ。もうこういうのでね、自分のこう心持ちっていうのが本当に変わってくるんだなっていうのを実感してるんですけれども、そんな中友人がシミ取りをしたら、結構こんなお金でコンプレックス解決できるんだったらコンプレックス解消するべきだよという、綺麗にシミが取れた友人を見て、すごいね、ルンルンとしてましたよ顔が。私もこれはぜひご紹介したいなということで、動画でもブログでもご紹介していきたいと思うので、写真動画で皆さんぜひ私がシミ取りをして本当に解消されるのかというのと、最後どれくらい金額がかかったかというのをご紹介していきたいと思います。シミ取りをやる流れっていうのは、おそらく皆さんがかかる皮膚科さんとかによって違うとは思うので、私がかかっている、あくまでも今回ご紹介するのは私がかかっている皮膚科の病院での流れです。まずね、こんなものを渡されました。じゃん、ペンレステープ。こちらシールなんですけれども、これが麻酔なんだって。これを施術する1時間前に貼ってきてくださいということで、これを今から顔に貼っていきたいと思います。しかもこれさ、シールベッタベタに顔に貼ったまま病院に来てくださいってことだったので、しかも病院が結構遠いんですよ。なのであの電車とかをシールを貼ったような状態で行こうと思います。で、今回私がかかっている病院さんっていうのは、顔の半分まずこうシミ取りを施術して、その後に残りの半分をやるという感じで、ちょっと時差が、あのもちろん病院さんによっては顔全体一気にやるというところもあるんですけど、今回顔全体をやっていこうと思うので、半分ずつ、ここの病院は半分ずつということなので、ちょっと貼っていきたいと思いますね。あ、今回ね、この半分、鼻とか全部入るんですか、貼っていきたいと思います。そう、本当にこんな透明なシールです。1個貼りました。こういう感じで顔全体に貼っていきます。本当結構セロハンテープですね。ちなみにあの化粧水とか日焼け止めとかそういったものは塗ることはできません。なんか表面麻酔だから、これをしても痛みは感じるみたいなんですけど、中にはね、麻酔しないでやる人もいるっていう話は聞きました。痛み的には輪ゴムをパチンって弾いたような痛みらしいんですけど、顔に何百発何千発と打つと相当顔が腫れ上がるみたいですね。だからこんなんでさ、電車乗ったらさ、本当にさ、なんかかなり怪しい人だけど大丈夫かな。部位によってかなり値段が違うんですよ。だからシミ取り1箇所1万円とか取るようなとこもあるけど、これなんか美容皮膚科だとすっごい高いんだけど、普通の皮膚科さんの方がすごい安いですよ。今回まあ総額いくらいくかちょっと分かんないんですけど、なんか眉毛とかも全然踏んでいいって言ってたので、なんか貼った瞬間は本当にセロハンテープ貼ってる感じなんだけど、ちょっと時間が経ってきて、なんかもわーんっていう違和感を感じるようになってきましたね。顔が動かしづらくなってくるんじゃないかなと思います。ちょっと細かく切って、喋りづらくとかなんのかな。あ、でもすごいなんかピリピリしてきた、ピリピリしてきた。痛くはないけど、なんか本当にちょっと麻痺してるって感じですね。ちょっとこれでこんな感じです。これを
施術する1時間前に貼って、このまま病院に行きます、行きたいと思います。それではこれから準備をして移動していきたいと思います。まずメガネを、いやだいぶ怪しいです、わかんなくて、まあでもいけるかなと。残念ながら髪の毛こっちなんですよ、流れが逆だったらね、髪の毛、あすごい顔がだるい、今終わってすぐですね、結構ヒリヒリしてボコボコしてます。ちょっと終わった後にすぐお冷やしをしました。こんな感じです。意外と耐えられる痛さでしたね。唇だけちょっと痛かったかな、麻酔が結構効いてるので痛みは大丈夫だけど、どっちかっていうとなんか打ってる時ちょっと焦げ臭い匂いがするんですけど、あ肌が焼けてるって思う、その感覚が。あでもまだ麻酔が効いてるのでちょっと顔が引きつってます。これからマスクをして帰りたいと思います。一応当日からお化粧もできるということでしたけど、まあ今日はお肌のためにお肌活動していきたいと思います。すごい、施術を受けてからおよそ4時間半経ちました。腫れはだいぶ引いてきたんですけれども、逆にちょっとこう跡が、もともとあったシミがより濃くなってきます。どんどん濃くなってきて、かさぶたみたいにポロポロ取れていくとのことですが、結構すぐ出ますね。一応化粧とかはしてもいいということですが、ちょっとこう街中で、でもそんなでもまあ気にするか私もっとひどいかと思いました。とりあえず施術を受けて当日はこんな感じです。1日目です。痛みはねほぼないかな、今は麻酔もちゃんとなくなったので、切れたので、感覚的におかしいとかピリピリするみたいなのはないです。ただやっぱりこれ一応まあやけどみたいな感じになるのかな。施術中はねちょっとこう焦げる、何かが焦げる、私の皮膚ですけど、私の皮膚が焦げる匂いが、まあ、していたので、ちょっとまあ焼いてるって感じですよね、肌をっていうぐらいには刺激がかかっているので、少し腫れてるのかな、うん、ちょっとこう表情筋を動かそうとした時に腫れてるような感覚があります。ただこう普通に何もしない分には違和感があるっていう感じはしないですね。これならまあ確かにそんな触ってかさぶた的な凹凸もないから、本当にねシミが濃くなったっていうのと赤く炎症してるっていう感じですね。凹凸自体はだいぶなくなったので、化粧でまあちょっと濃いめの化粧と時間をかければ隠せるかなっていう気はします。というわけで瀬戸セイラの美容に目覚めた1日目、こんなです。